おはようございます。今日のモーニングデボーション株式は呼ぶ記40章ジョアシュによるメッセージです。40章は主からの2回目の応答となっています。38章39章はこの創造物を通して神様は私たちに語ってください。神は神であることを語ってくださいました。神様だけがご支配しておられること、40章はこの神様続けて私たちを教えてくださり、この創造物に神様の偉大さが表されていると強調しています。私たちは人間をこの神様の創物に神様 と比べることはできません。神様の御業に比べることはできません。これに対してヨブはどのように応答したでしょう。この神様の偉大さの前に私たちは静まりしかありません。偉大な主の前で私たちは静まる、そして神様に従うと。1節から2節、神を責め立てるものを言いて、それを言い立ててみようと1節2節で書いてます。この神様は全能者、すべてを支配しておられる。この聖書ではこので48回その言葉が出てくるんですけど、その31回、そのうちは31回は呼ぶ記に出てきます。この全能者という、これ呼ぶ友人の中でもこの全能者ということについて語っています。全能者って誰なんでしょう。呼ぶはこの自分の考えます。呼ぶの友人もその意見をこの持ってます。これがこの神と呼ぶが神様ご自身が全能者について語るときが一番合ってるのです。で、彼らは神様とこの討論して、討論していたんですけども、主は言っておられます。あなたは私と討論と言い争わなくていいと。私自身が全能者であるから。この全能者の主が、あなたをする全能者は何かということを語っています。38、39章は神様はたくさんの質問をされました。全てのこの不思議なこと、この創造物の素晴らしいこの設計、これは全てあなたは答えることができるのか。しかし人間はそれに答えることはできません。この私は口に手を当てるだけで答えることができない。この4節、私はつまらないものです。あなたは何と口答えできましょう。しかし主の前ではヨブも静まることを選びました。主の前で何か言うことはできないんです。これがヨブです。このヨブの、フィーリングはどうだったでしょう。そこには2つの、理解があります。1つ目は
神様、ヨブは神様を聞いた後に、静まり返りました。で、手を口に当てるばかりで。二つ目の分かることは、この従順というのはこのプロセスであること。中国語で私はふさわしくないと書いてます。この創造物を神様が話したと、ヨブは私はそれに対して口答えすることもできないと。手を口に当てるばかりですと。二度と私は繰り返しません。この人にとって従順というのはプロセスです。この42章の1節から6節。これが4インターミッションですね。これ自分自身を潔白だとヨブは言ってました。しかしこの40章では静まることを選択しました。しかし42章ではまた答えています。これはプロセスだからです。39章2節を見てください。私は静まり返ると、多分38章2節ですね。これ困難に立ち向かうとき、私たちは何もことを答えることはできません。主の前ではこの静まることを選びます。神様がここにおられることを選びます。私たちの心の中ではたくさんの理解できないことはたくさんあります。たくさんの質問をしたのに私の怒りを言い争うと。しかしここで言えば静まることを選んでいます。でこの道を歩くこの力が必要ですと。たくさんの絶望がありましたから。でこんなに会うとき、みんながその道を通らなければなりません。例えば受験したとき、私は結果が良くなかったんです。たくさんの人が来て大丈夫だよと。しかしそれでも私は大学に入ることはできませんでした。で神様にいつも疑問を持ってました。そして神様を責め立てました。静まり返ると。私は続けてこの道を歩もうと。42章、全能者を理解すると。私たちはこの旅路を歩まなければなりません。まだ私たちはたくさん理解できないことがあります。で私たちは続けて前に進んでいかなければなりません。
あなたからすべてくださるものの前には私は静まり返りますと。私たちは理解できなくても私たちは静まることを選ぶと。6節から14節。人間は神様のようにはなれないと。主は嵐の中からエブに答えて仰せられた。6節。38章と並行しています。さああなたは勇士のように腰に帯を締めよ。私はあなたに尋ね、私に示せ。試練に直面するとき、この裁きの前で私たちは神様の答えを抱かなければなりません。この勇士のように腰に帯を締めようと。神様はこのヨブを敵の前にヨブを掴みました。ヨブを勇士のように見られたのです。そして神様の前に来なければなりません。8節。神様が呼ぶに質問しています。ここで神様は呼ぶに聞いています。あなたは私の裁きを無効にするつもりか、自分を義とするために私を罪に定めるのか。私たちはヨブが潔白であることを知っています。しかしここでなかなかヨブは理解できません。私は何も悪いことはしないのに一体なぜだろうかと。そして姉妹には神様を責め立てます。神様、あなたは正しいことをしてないと。私たちの心の中でもそう感じたことあるかもしれません。もう不公平だと思うことはたくさんあるでしょう。この会社の中でもそう体験したことあるでしょう。会社のただの会社員でも、私たちはいつも他人と比べてしまいます。この不公平さ、不満が募ると神様を責め立てます。10節。さあ誉れ、気高さで身を装い、尊厳と意向を身につけよ。すべて高ぶるものを見てこれを低くせよ。ヨブは神ではないと。ヨブ、あなたは神ではない。神様はこのようにヨブにおっしゃってるんです。
自分自身は神のようにしては、神のようでもないと。自分自身は義としてはいけないと。すべてたかぶるのを見てこれを引くせよと。私たちは他の他人でさえ変えられないですから。セルリーダーでもそうです。神様は彼らを召して、勃開させるようにしました。セルメンバーを勃開するために。バイブルスクールもそうですね。私たちは神様の真理を学びたいと。そして牧会の杖を持ちます。11節、神様の恵みにしかよりません。神様の恵みと力でしか私たちの人生は変わらないんです。私もこの人生を振り返ったとき、最初は自信を持って言うんですけど、私が成長する中で、私たちの教え、これが鋭い歯になってしまうこと、鋭い歯が人の人生を変えます。神様からの言葉かもじゃないかもしれない。私たちはただの人間であり神様ではありません。私たちは信仰によって、義と認められても、私たちが義と認められてでも、しかしそれでも私たちはただの、人間なのです。人生を変えるのは神様だけです。13節14節、彼らを共に地の中に隠し、その顔を隠れたところにつなぎ止めよ。14節、そうすれば私はあなたを叩いていよう、あなたの右の手があなたを救えると。神様だけにしか使えません。しかし神様はこの言葉を呼ぶに使いました。もしあなたは自分自身を救え、しかし人間を私たちは知っています。自分自身にも救うことはできないと。私たちにとってはどうでしょう。特に私たちはよく非難の声を聞きます。この私たちは誰からの非難を、避けることはできません。この社会、この世界、自分自身、この人、また教会、神様の家をこの非難することができ、非難してしまいます。私たちにはたくさんの理解できないことはあります。私たちは境界線を答えて、境界線を越えていけません。呼ぶなように潔白であっても、この神様との境界線というのは存在します。私たちはそれを自分自身でリマインドしなければなりません。最後ですね、
最後の段落。見よ、神様は創造物を通して語ってください。さあカバを見よ、これはあなたと並べて私が作ったもの。牛のように草を食らう。見よ、その力は腰にあり、その強さは腹の筋にある。さあ見よ、神様は言っておられます。見よ、この力があると神様はこのように呼ぶに言っておられます。見よと沈まれ、もう話してはいけない。あなたが、あなたは口を閉じて、目を開き、そして創造物を見ようと。彼らのこの力、王は杉の木のように垂れ、桃の筋は絡み合っている。17節18節、骨は青銅の管、肋骨は鉄の棒のようだ。これは神が使う大地の獣、これを作られた方がご自分の剣でこれに近づく。これを19節、この獣というのはこの神様の創造自体を言っています。いろんな人はこれはカバなのかと。まあ神学者はいろんなことを言うんですけども、まあカバかもしれないし、象かもしれないしと。まあその時代に来てた恐竜かもしれない。この動物たちは非常に力ある。神様の創物を通して神様は呼びに語りたいんです。神様は呼びに言いたいんです。23節、たとえ川があふれてもそれは慌てない。その口にヨルダン川が注ぎ込んでも動じない。24節、誰がその目をつかんでこれを捉えようか。誰もそれをつかむことはできない。神様は何ておっしゃってるでしょう。この生物、創造物のを見ようと、創造物を見るとき、人間はこれと同じのを作れるでしょうか。感じることがあります。神様はこう言ってます。神様の創造物の目的、神様はたくさんのものを創造してくださいました。この食物連鎖、いろんなこの科学的なこともあります。この神様は全てを作られました。この人間が人間のために、人間がこれらを見るため、これらの創造物というか、私たちはどんなに小さいものかが分かります。だから40節、このタイトルは全能者の前で私たちは沈まり返る。そして見よう、
私たちは呼ぶのようなものです。そしてこの呼ぶのようになったときは、私たちは主の前で静まることができるでしょうか。画家で私たちは勇者のようにならなければならないと言っています。私たちはこのようなこの戦い、この恐れや自己中心、自己中心が中にあるときは、私たちは沈まることは非常に難しいです。この社会を見るときにも私たちは避難し続けるでしょうか。あなたは勇士のようであると、私たちは続けてみなければなりませんこの世界を。で、人間に神様は言っておられます。創造物に私の目的があると。彼らが自由に、自然界でいるのは、そこには目的があると。聖霊様はこの目的を持って人に示し、この呼ぶ木を書き上げました。私たちはもうすぐ呼ぶ木は終わりますけども、この偉大な主はこれに目的を持っていると思います。そして私は続けて前に進んでいかなければなりません。神様ご自身を表しておられます。続けて語ってくださいます。そうするときに私たちは、この偉大な主を、理解することができます。これで今日のメッセージを終わります。
神様を礼拝しましょう。この朝あなたはふさわしい方です。賛美に受ける方に、あなたの皆は偉大です。あなたは賛美に受けるのにふさわしい方です。今神様の名前を、神様皆を賛美しましょう。あなたを賛美します。神様あなたを賛美します。あなたを、あなたの臨在を歓迎します。あなたを、賛美します。神様、あなたを賛美します。人間とは何でしょう。あなたが人を作られた、この人を作られたと、この、あなたは私たちを作られました。聖霊様、あなたを今歓迎します。あなたの偉大さを歓迎します。今日は40章を見ました。私たちが困難に直面しているとき、私たちはただこの
人間です。私たちが一番低い中にあって、私たちは絶望を、体験しました。私たちが今ストラッグをしているのを見られないのですか、なぜあなたは黙っておられないのですかと。神様は質問しました。しかしヨブは言いました、私はつまらないものです、あなたに何と答えできましょう、私はただ手を口に当てるばかりです。一度私は語りました、もう口答えしませんと。私たちはいつも神様に、文句を言います。私たちは口であなたに罪を犯したことを今告白しましょう。いつも私たちは、神様に、文句を言っていました。イエス様、あなたの前に来てあなたの許しを求めます。神様、偉大の前で、そうです、私たちはあなたを全能者として扱いませんでした。私たちは目を上げて「なぜこのようなことをされたのですか」と「なぜこのようなことを起こされたのですか」と。だからあなたの前に来て、どうか私たちを許してください。私たちはいつもあなたを自分自身のスケジュールの中に、自分の計画の中に入れようとしました。神様、あなたはこれを早くしてください、どうか早く答えてくださいと。あなたは力を持っている、しかしあなたはそれをされませんでした、あなたは何もしませんでしたと。どうか私たちを許してください。私たちのあなたを非難したことを許してください。主はあなたが主です。あなたが主です。私たちが自分自身のスケジュールを決めるのではありません。今静まりましょう。自分自身の心を静めましょう。あなたは神ではありますから、あなたは力を持っておられます。あなたは全てを見ておられますから、あなたに信頼します。私たちは全てを知りませんけど、しかしあなたに
信頼します。あなたがすべて知っておられること、私たちの力はありません。あなたの、全能さを信じます。エルシャダイ主よ、あなたは、神様、あなたは唯一の神です。この困難的に私たち自分自身の傲慢さを今置きます。イエス様、あなたが、イエスシャダイ、あなたが神様です。私は盲目の、盲目のようです。あなたが、創造物を創造してくださった全能者であることを見ることができません。あなたは初めであり終わりです。どうか私たちを許してください。自分自身を見れないこと、私たちがこの、盲目であったこと、あなたはこの全ての問題の上におられます。そしてあなただけが私たちの解決の道です。私たちの困難の時の あなたは全能者です。今神様に言いましょう。私たちの口と手をあなたに委ねます。私たちの目をあなたに向けます。イエス様、今日あなたを見たいです。イエス様、あなたの前に来ます。そして私はあなたの静まりに来ます。今あなたの前に行きます。イエス様、私たちはあなたの見てから離れたくありません。私たちは自分自身を今置きます。そしてあなたの前に静まり変わります。自分自身を神とするんではなくて、今霊の目で目を開き、あなたを見ます。あなたが私たちにある意味与えてくださるように、自分自身の力ではそれをすることはいけません。あなたは全てを創造してくださいました。私たちの人生に働いてください。あなたを見ることができますように。
どうか、私たちを盲目にするものから私たちを、遠ざけてください。以前私たちはあんたを 見ることができませんでしたけど、しかしあんたの愛によってそれを全て成し遂げてくださいます。もしかしたらこの中にいるかもしれない。私たちは理解できないこともあるかもしれません。家族が苦しんでいるかもしれない。神様の主の光がこの照らしますように。兄弟姉妹の皆さん、今立って祈りましょう。この主の光が私たちの人生を照らしますように。そして私たちを見る、この方を見ることができる。今すべて私たちの困難を主に委ねましょう。イエス様、あなたに感謝します。旧正月のためになりましょう。神様が働かれるように、人々が死を受けれるように、神様の働きを見ることができるように。大法でもまたチュンチャーでも彼らが神様を見ることができますよ。あなたが偉大な方であることを見ることができますように。彼らが疑いからこの出て、そしてあなたを見ることができますように。そしてイエス様を受けることができますように。すべての人が あなたをイエス様だと見ることができる。今祝福を受け取りましょう。イエスキリストの皆によって皆を祝福します。ここにいる兄弟姉妹も、オンラインの兄弟姉妹も、どうかあなたが彼らの心を守ってください。あなたが直面したすべての困難、あなたはどこに目を向けるでしょうか。心で決めなければですよ。私たちの目は神様だけを仰ぎ見ると、誰も私たちは自分で髪の毛を生やすことはできません。私たちは幸せにもこの悲しい時も神様を支配しておられる。神様の許可なしで何もあなたの人生に起こることはできませんでした。しかし神様にエクストラな恵みを与えてくださいます。もし神様が
これにあなたを怒ることを許してくださったあなたにこの恵みを与えてくださいます。イエス様にあって私たちはいつも人生解決の道があります。神様に人生の答えがあります。イエス様の皆には救いがあります。主を待ちなさいましょう。あなたは神様の力強い身腕を見ることでしょう。それがあなたを導きます。あなたの人生の谷も信仰によってあなたを選びます。奇跡が私たちの人生の中に入ること、この不可能だって思ったことをあなたは出し遂げてくださいます。イエスキリストの名によってお願いします。アーメン。これで今日のムーニングでは終わります。